深くお詫びを。停職3ヶ月の処分を受けたのは県経済産業部の36歳の男性職員です。男性職員は今年4月、散歩中に20代の女性を見かけて好意を持ち、その後14回にわたって女性を待ち伏せしたり付きまとったりしました。県の聞き取りに対し男性職員はストーカー行為を認めた上で、また会えたらいいなと思った、被害者に多大な恐怖と不安を与えてしまい大変申し訳なく思っていると話しているということです。男性職員は女性の家の近くで待ち伏せをしていたとして逮捕されましたが、その後不起訴処分となっていました。